はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。サルウィンのやらかし話。というわけで始まりました、サルウィンのやらかし話のお時間でございます。なんだそれって感じなんですけども、ですね、まあ今はね、画像が出てるとは思うんですけども、戦国乙女最後、私の大好きな台ですね。とても大好きな台なんですけども、まあこれね、分かる方が見たら多分察することもできるかもしれません。いろんな情報が出てますね。まあこれ目を引くのがね、このすごいですよね。過去まんま出たの。西国か、わかんない。引き継いでるかどうか知らないですけど、西国でまんまは私あんま見たことないんで、すごいですよねって、まあそんな話はいいんですけども、私、2020年、2月2日ですね、ゾロ目の日から、ちょっとね、パチンコパチスロずっと、お休みしてたんですけど、ちょっとね、一応、金作というかね、まあね、まるまるという隠し方をするんですけど、まあね、そんな感じで、ちょっと復帰してね、やってたんですよ、2020年2月2日からね、ちょこちょことね、まあ出かけたりとかしたり、まあお金を使った日に、その使った分だけ回収するぐらいのね、簡単な、ね、本当に時間をかけないで、この早い日は30分もかからずにね、回収して帰るみたいなね、ガチガチプレイングをしていたんですが、先日ね、まあとある日が、まあちょこちょこね、とあるホールさんが、ちょっとね、まあ多少強い日があって、まあその日にね、ただね、その日、もうこれを言うとバレバレなんだけど、いつ行ったか。ね、ちょっと私ね、予定がだいぶ狂ってまして、本当はね、お昼ぐらいには、ちょっとそのホールに行って、まあ、打ち始めようと思ったんですけど、まあ、いろいろとね、予定が、というか、私は完全に勘違いというか、日付を勘違いしてまして、とある予約をしたりとかして、それがね、3時間ほどずれ込んだので、まあ、ホールに行く時間も3時間ずれたんですよね、シンプルに。で、そしたら、まあ、行ったのが夕方過ぎなんですよね。で、夕方過ぎに、まあ、ART 機とか AT 機を打つかと。まあ、実際、6号機だったら早いから、割とね、出玉速度も速かったりとかする台もあるんですけど、言うて、西国は純造2枚の台ですし、まあね、確かに浅く引っかかればパパっていけるんですけど、もうなんか見えてますけどね。何かがね。850ゲームって書いてあるね。ちなみにこの日までは10戦10勝、0敗という無敗記録を持ってたんですけど、私正直やっぱりね、もう嫌な予感はしてました、正直。実際ちょっと行くの遅くなったし、しかもその日お金使ったっつっても、400円ぐらいしか使ってないから、ジャグラーで全然いいみたいな、あったんですけど、普段このお店意外と西国人気がありまして、結構空いてないんですよ。なんで、たまたまね、まあ、数台ある中の1台がたまたま空いてたんですよ。でも実際言うと、この台、ちょっとスランプグラフ見えると思うけど、まあ、だいぶ下がってますね。落ちてます。これちなみに多分、マイナス2000枚ゾーンだと思う。だいぶ弱いな、この台っていう台なんですけど、まあ私はね、最後は、まあ設定大事だけど、設定だけじゃないというね、特に私なんかはね、やたらとフリーズ引けてますから、この台。まあそういうところにあんま頼っちゃいけないんですけど、ね、なんですけどね、まあ、そんなのもあって、まあ1台しか空いてなくて、これは弱えな、悩ましいな、なんて思いながらも、1台、ちょっと打ちてえなって思ってしまったんですよ。しかも終了ゲーム数が230か280ゲームで、まあ確かにね、割とその辺、ランチャン周期によっては、引けるラインもあるんですけど、まあ怪しいなと思いながらもね、打ったわけですよ。でもね、打てば打つほど、まあ周期をこぼしていくと。しかも割と普段当たりそうなやつで、乙女アタックすら取れないと。まあ明らかにやっぱこれ、スランプグラフも示す通り、設定ねえなと。高設定だったら乙女アタックも結構引っかかるだろうなと思いながらも、乙女アタックすら引けねえのかこれはと。だったらまあ行くとこまで行くかってことで、まあね、私結構西国の勝ち方の一つにやっぱりなかなか行かないですけど、私でも結構経験あるんですよ。西国はね、天井が2種類あるんだよね。1059、戦国にちなんだ1059ゲームっていうゲーム数による天井。あとは、20周期ある、20周期目の、要は周期天井ですね。まあ基本100なんですけど、それがどんどん減算とかね、1ゲームごとに減算したりとか、あとレア役で減算とかするんですけど、で、周期抽選、まあその周期天井を狙ってたんですよ。久しぶりにプレミアム乙女アタックでも引くかって思ってて、まあ実際ね、最初の200何ゲームの後にどんだけ周期回したかわかんないんですけど、まあ大体ね、3周期とか、
まあ3、4周期かななんて思いながらもね、打ったんですけど、それで適当にペペってカウントしてったんですけど、まあそこそこいい感じにね、減算もしてたんで、まあもう、あれやなって、私確か最速の、周期天井が700か600何ゲームなんですよ。めちゃくちゃ早かった。マイナス100とかちょこちょこ出せたんでね。強制とか強制で、マイナス100とかも出してたこともあったんでね、結構早くて、そういう経験もあったんでね。もうちょっとだ。もうちょっとで周期、プレミアム乙女タックだ。これなら全然まくれるって思って打ってたんですけど、850、まあ、800、そうね、何十ゲーム、330ぐらいの時かな。リールロック1段階じゃないな。違う、あれは、あ、でもいるかな。リールロック1段階かな。で、チェリーからの昇格チェリー、ショーチェ、まあ、でもチェリーからの昇チェ、あんまあれなんだけどね。チャメからの昇チェとかはめちゃくちゃ強いんですけど、なんですけど、って引きまして、普通にバゴーンって ぶち当てまして、うわ、しかもここで、この演出でってことは、これ直当たり臭すぎるやろっていう、もう絶対乙女タックじゃねえだろうっていうところで、まあ普通に直当たりしまして、まあ特に低設定っぽい雰囲気あったから、まあ直なんだろうなって思いながらしたら直でね、当てちゃいました。その結果がこちらですね。ででんででんででーん。75ゲーム170枚。はあ、ってことで。でもその直後に、まあ一応ね、48ゲーム確定乙女出ましたね。いいの出ました。結構熱々で、両ランの時とか入ったのかな。まあ割とね、頭の周期とか、特に一周期目とかは結構引き戻ししやすかったりもするんでね。まあ天井とか、天井じゃないや、天国とか、そういうのもあったりするんで。まあ引いて、こっからが勝負やろ。っていうね。行きましたが、まあ枚数引き継ぎの上で95ゲーム298枚。で、ここで即やめしようとも思ったんですけど、まあ気になるじゃないですか。で、打ったら、まあ42ゲームに乙女アタックというとこなんですよね。これが42ゲーム乙女アタックですよ。まあまあ、こっからが本番かな、この台。って思ったら、まあ乙女アタックする。お疲れ。っていうね。ノブ様のとこで小太郎引いたんですけど、ショーカットインが出てしまい、無理かーと思ったらやっぱりダメ。案の定ダメ。で、スルーして、松永ももちろんなしで、お疲れ様でしたって言って帰るとこなんですけど、まあとりあえずもう久しぶりの、久しぶりでもないか。まあでもそこそこ久しぶりの最後尾やし、って言って、言うてか、2月中に1回打ってますからね、1回ね。なんですけど、まあそんなんやって、でね、これはあれ、これ動画っすね。これはちょっと後でお見せしますけど、ただの音が聞きたいだけの動画ね、これ。大したもんじゃないですけど。まあ、そんなんがありまして、まあ、負けと。まあ、そうね。で、乙女自体は、何系使ったんだけど、18系ぐらいかな、多分。18系。多分18系ぐらい使ってんね。使って回収がね、まあ、ぶっちゃけ300枚でも持って帰ればねっていうところあるんですけど、まあ、しかもね、このお店、確かね、出玉共有が確か NG なんで、で、そのとね、隣の台の乙女が結構強い、多少ね、まあ、隣の台が一番強かったんだけど、隣の台がね、ワンチャンって感じだったんで、移動しようかと思ったんだけど、そのままメダルパーンって流さないっぽいお店だったから、ってなって、チーってなって、結局、全部入れちゃった。私の悪いとこ出ちゃった。本当はこういうのやらないんですけどね。すぐ、もう、100枚でも50枚でも流すってやらなきゃダメなんですけどね。突っ込んじゃうともったいないからね。まあ、そこまで追うんだったらいいけどね。追わない、まあ、本当は中途半端な追い方するんだったら、次の当たりまで追うとかやったら全然入れてもいいんだけど、中途半端にただぶち込んでしまい、そして、負けた分というか、乙女の分をせめてジャグでも打って回収するかと思って、打って、私のね、まあ、ある程度の、私の中の、勝ち筋があるんですけど、見立てがちょいずれまして、俺ビッグかなっていうところラインで、まあ、バケバケになって、あれれで弾が減るぞって言って、もう帰るって言って帰りました もう行った時間も遅かったからね。やっぱスタート遅いと余力ないっていうか、時間的にも余力ないし、あとは財布に基本的にあんまりお金入れないようにしてますからね。もう持ち玉っていうか、実際だって私1万円も使う気ないですから、基本的にはね。まあ一応2万ぐらいは常に入れてるんですけど、でもまあ2万も使ったらまあきついからねっていう、今のご時世ね、なかなか。まあもちろん回収できますけど、まあそれでもね、ついに連敗っていうか、連敗じゃないや、連勝記録をストップして、敗北記録をつけてしまったということでね、
まあ、こういうな動画を出させていただいただけなんですけど、まあ、ちょっと悔しくてね。なんで悔しいだけじゃあれなんで、最後に、西国の、素晴らしい上乗せ音を聞いてお別れしたいと思います。ただこれね、そう、たまたま撮ったんだよね。おっていう、お、演出来たぞと思ったから、何弾いたのかな、ワクワクってことで。ワクワクなんだろうって言いながらね。茶目でした。いい音、プラス50ゲーム。いい音。いい音だよねっていうね、西国の上乗せ音好きです。はい、というわけで今回はちょっとやらかしたよというお話でした。燃焼記録ストップ、まあこれにめげずにというか、まああんま引きずられないようにね、はい、やっていきたいと思います。いやーね、こういうとこね、ほんとね、しっかりしていこうと思って、お金は稼ぎに行ってるのに減らした意味ないからねっていう、本当ここはねしっかりやっていこうという、まああといずれにしろね、ちょっと今ね、まあ某ウイルスとかも出回っててやばいので、まああんまりね外出はしないで引きこもっていこうとは思うんですけどね。ただ一応3月3日ゾロ目の日は、ちょっとね勝ちに行くんで、まあちょっとねこれをちょっとだけ引きずってる感あるけどね、最国にリベンジし直すかとかちょっと考えてるとこもあるんですけど、まあ一応ね、まあちょっともちろん視野には入れるけど、あんまり引きずられないように頑張っていきます。ではそんな感じでお疲れ様でした。さようなら。